小林栄拓、天のぬぼこを持って、爽快を探るのずいざのみいざなぎ。Creating the Japanese i イ l a n イザナざなぎ。いの煮込みが、天根のぬぼこで地上の混沌をかき回して第八島を生み出そうとしている。1880年代中和作の肉筆浮世絵。憲本着色、熟装。ウィリアム・スタージス・ビゲロー急増、ボストン美術館所蔵。日本遺産国海の島。 淡路日、イザナギの神宮、オートリー横に所在。日本遺産認定を機に、2017年9月23日、混流。国海、国海とは、日本神話を構成する神話の一つで、日本の国土創生団である。国海神話ともいう。イザナギとイザナミの二神が、高間ヶ原の神々に命じられ、日本列島を構成する島々を創生した物語である。なお、 国生みの話の後には、神生み、神生みが続く。本校では、日本神話における国生みの物語を紐解いてゆくが、それは、第八島、第八州すなわち、日本の島々の神話的の形成過程を読み解くことになる。古事記によれば、第八島は次のように生まれた。イザナギの、イザナミの二神は、漂っていた大地を完成させる、よう、別天神神たちに命じられる。 別天神神たちは天沼鉾を二神に与えた。イザナギのイザナミは天浮橋に立ち、天沼鉾で混沌とした地上をかき混ぜる。この時、鉾から滴り落ちたものが積もっておのごろ島となった。二神はおのごろ島に降り、結婚する。まず、おのごろ島に天のお柱とヤヒロ殿を建てた。古事記から引用すると以下のようになる。原は旧時代。 役者は、現代の補足。おその島天皇座、しかも、見立て天のお柱、見立てや殿。おぜ、門んそのいもいざなみの命曰く、何時、みしゃ、同性。答え曰く、我、みしゃ、せいせいふなりあい書一所在。しか、いざなぎの命所ょ我がみしゃ、万なりしかも西洋所一所在。恋子の我みなりよ所、司祭さい何時、み、ふなりあい書二、も、 ため、生成国土、生遺憾。いざなみ命等を曰く、左前。しか、いざなぎの命上、もの我とも何時行き、巡る合う正し天のお柱しかも、ため人のわさぐ破棄。古事記上官、書き下し文字は信じ体文は文語体。振り仮名は、歴史的仮名遣い。その島にあもりまして、天まのお柱を見立て、やひろ殿を見立てた、ま引き。 銭その妹イマリアナ命に問いたまいしく、何時が、身は、どうなれる。と問いたまえば、答えへたまわく、我が身はなりなりて、なりあいは、ざるところ、一緒あり。と、答え曰くした、まひき。何時に、イマリアナ命イノみことのりりたまひしく、我が身はなりなりてなりよれるところ、一緒あり。ここの我が身のなりよれるところをもって、何時が、身のなりあいはぬところに差しふさぎて、 国土みなさむともっため干すはいかん。とのり玉はば、まりやなみ、命とえたまわく、しかるにんけむ。と、答えわくした、まひき。何時に、まりやなぎ命みこと,とのりりたまひしく、さもの、我と何時とぜの天のお柱を行き回りあいて、みとのマグハひさむ。とのりま行き。交互解釈例文は、交互体。か括弧、ないは、補足文。丸括弧ないは、 解説文。振り仮名は現代仮名遣い。イザナギの命とイマリアナミ命はその島のことにはもって、天のお柱とヤヒロ殿もある広い電車をしっかり見定めてお立てになった。ここでイマリアナギ命が女神、イマリアナミ命にあなたの体はどのようにできているかとお尋ねになるとイマリアナミ命は私の体にはどんどんできあがって、 それでも足りないところが一箇所あるとお答えになった。そこで、イザナギの命は私の体にはどんどん出来上がって余っているところが一箇所ある。そこで、この私の成長して余ったところであなたの成長して足りないところを指して塞いで国土を産みたいと思う。産むのはどうか、と仰せになった。イマリア波命はそれは良いことでしょうとお答えになった。 そこで、イザナギの命は、それならば、私とあなたとで、この天のお柱の周りをめぐって出会い、身とのまぐわいの目合い、陰部の交わりをしよう、と、お答えになった。このようにして、二神は男女として交わることになる。イザナギのは左回りにイザナミは右回りに、天のお柱の周囲をめぐり、 そうして出会ったところで、イザナミが先に、アナチカシ夜シリングアイエンのボルコエンとイザナギの褒め、次に、イマリアナギが、アナジヨルシリングアイエンのボルーリエンとイザナミを褒めてから、ニカミはまぐわった。しかし、女性であるイザナミの方から誘ったため、正しい交わりでなかったということで、まともな子供が生まれなかった。ニカミは、最初に生まれたフグの子である水、エビスを足舟で作った船、 天岩を、くすの木舟、天の岩くす舟になっているに乗せて流してしまい、次に、淡島が生まれたが、またしても、フグの子であったらしく、ヒルコともども、イザナギの、イザナミの子供のうちに数えられていない。なり、リマサにまずとなうべし、と言ってもう一度、やり直しただけである。悩んだ二神は別天神神の下へと赴き、まともな子が生まれない理由を尋ねたところ、占いにより、 女から誘うのが良くなかったとされた。そのため、二上は、小野五郎島に戻り、今度は男性であるイザナギのの方から誘って、再びまぐわった。島海国海神は SVG で表示ここから、この二神は、第八島を構成する島々を生み出していった。生んだ島を順に記すとしたの通り、淡路の穂の強別島淡路島、伊予の二名島四国、 陰気の三つ子島を起島、筑紫島九州、行島行島、津島津島、田久島佐渡島、山和の豊秋津島本州。以上の八島が最初に生成されたため、日本を第八島国という、三神は続けて六島を生む、吉備小島小島半島。半島となったのは江戸時代で、それ以前は島であった。小豆島小豆島。 大島や代島、女島姫島、近島五島列島、両小島男女群島。日本初期の記述は、基本的に、イザナギ、イザナミが、自発的に国生みを進める。本文では、そこ下に兄国向けむやといって、国生みを始めている。また、イザナギ、イザナミのことをそれぞれ、ひがみ、陰心と呼ぶなど、陰陽思想の強い影響が見られる。 日本書紀によれば、古事記と同様、あもったいざなぎ、いざなみは、天浮橋に立ち、天根のぬぼこで混沌とした地上をかき混ぜる。この時、聡明を得た矛から滴り落ちた潮が積もって、島となった。ただし、この時、他の天つかみは同情しない。ここでは、古事記と日本書紀を国海の順に沿って比較する。漢字表記は、当時の表記。 あるいは、その代表的一例。振り仮名は、ひらがなが現代仮名遣い、カタカナは、歴史的仮名遣いで、前者と差異がある場合にのみ表記する。この島海は、中国南部、沖縄から東南アジアに広く分布する、洪水説はに似た点が多いとされる。大洪水の後で、兄弟だけが生き残って陸地にたどり着く。山や、樹木のような高いものの周りを巡った後に、 成功するが、やり方が正しくなかったために最初は、肉塊や動物が生まれてしまう。その後に、神々から適切な交わり方を教えられ、ようやく男児や女児が生まれるというものである。ありがとうございます。